はい、皆さんこんにちは。今日はお話ししながら音色を2本直していこうと思います。で、お直しの後、こちらのワゴンの紹介もさせてください。音色素人なので私のワゴンなんて参考にならないかもしれないんですけど、見たいというコメントもいただいていたので後でご紹介します。で、今日は右手の中指と親指を直していくんですけど、私最近はこちらのペロリンをベースに塗っています。ご存知ない方に説明すると、これは名前の通りペロンと剥がれるベースジェルで、マシンアセトンを使わずにオフできます。やっぱりその分剥がれやすかったりはするんですけど、いろんな方の動画を見たらこのペロリンをベースにしても長く持っている方もいるので、やっぱり相性だったり技術もあるんだなと思います。これは根元から剥がします。こんな感じでポロッと取れました。やっぱりマシンを使わずにオフできるっていうのは本当に楽ですね。部屋も汚れないし。話しながらやるって言ったのに無言になっちゃってた。余談ですが、今年は梅酒や梅ジュースを作るタイミングを完全に逃してしまいました。弁当作りで今は朝5時に起きているので、平日はお酒を控えているんですよね。だからお酒のことがすっかり頭から抜けていました。まだスーパーに梅が売っているようなら梅ジュースだけでも作りたいんですけどね。金曜日と土曜日、週末はお酒を飲むんですけど、もうビールやハイボールばかりです。やっぱり最近なんかね、またハイボールにハマってます。夏は新商品のお酒もたくさん出ているので飲みたいなと思うんですけど、飲まないなら飲まないでその生活にも慣れました。今までお決まりのようにこの中にプシュッと缶を開けてたのはあれ何だったんでしょうね。爪が欠けてるな、ちょっと短くしなきゃダメです。これはね、キューティクルリムーバーオイルです。では今日はこの黄色のペロリンを塗ります。私塗るときは爪全体に塗らないで中央のみ塗ります。やっぱり根元や先端から浮いてくるのでそこは避けて塗っています。で、私はこの上にビルダージェルを塗ります。こっちじゃなかった。粘度が高いジェルなので厚み出しに向いていますし、持ちも少し長くなりますとね、偉そうに喋ってますけど、私素人なのであまり参考にはしないでください。ネイルスクールには通ってたんですけど、やっぱりジェルと地爪の相性や、あと技術でネイルの持ちって全然変わってくるので、やっぱり自分に合ったものを見つけるのが一番だなと思います。でも私は今のところこのペロリンとビルダージェルの相性が一番いいかなと思っていて、このビルダージェルを塗ることで仕上がりがぷっくりするのですごく気に入っています。でも粘度が高いジェルなので扱いは少し難しいです。サロンに通っている時も私はベースジェルをたくさん試して、結局パラジェルに落ち着いたんですけど、パラジェルもセルフだとまた持ちは違うし、なんか本当にネイルって難しいですよね。ではカラーを塗っていきます。もう最近はこればかりですね。ジェルミーワンのパフピンクです。ジェルミーワンは本当に塗りやすいので、セルフネイルでうまくいかないという方にはね、ぜひおすすめしたいです。私は3度か4度塗りして厚さと色を出していきます。このパフピンクっていうカラーはオフィスとかでもね、使いやすいと思います。私今フットネイルは赤というかボルトーに近い色を塗っているんですけど、最近ハンドはこういったね、優しいカラーを使っています。今はほぼ毎日お弁当動画を撮影しているので、指が赤いとなんか視線がそっちばっかりにいっちゃうかなと思って、こういったね、優しい色をチョイスしているんですけど、赤いネイルは定期的にやりたくなりますね。どうでもいい情報ですけど、今時刻は1時55分です。梅雨だけど雨は降ってないですね。
これ右手を直すときはライトが右にあった方がやりやすいんですけど、コンセントの関係でこっちにライトを置いています。では仕上げにジェルミーワンのトップジェルを塗ります。はい、直しが終わりました。ではネイル収納をご紹介しようと思うんですけど、私はこんな感じで3段のワゴンに収納しています。セルフネイルをする方で持っているアイテムが少なければ小さいポーチ1つに収納できます。ただ私はたくさんアイテムを集めてワゴンに収納することに憧れていたのでこのようにしています。でまずこちらの3段のワゴンはリビ用室の備品を販売しているサロンマーケットで購入しました。アイアンフレームでモルタルのデザインが部屋のインテリアに合っていて一目惚れでした。では一番上の段からご紹介するんですけど、こちらは無印のケースです。確かアクリルケース3段という商品名だったと思います。2段や5段タイプもあるのでジェルが増えたらケースを増やして対応できます。私は一番上と2段目にカラージェルを入れていて、この3段目が金箔やシェルなんかを入れています。もうこの一つ一つがどこの商品かは覚えていないので、あ、こんな感じに収納してるんだなくらいに見てもらえると嬉しいです。でこちらはネイルスクールの先生からいただきました。でこっちにはさっき使ったジェルミーワンやペロリンなんかを入れています。でこれは無印のアクリルペンスタンドです。このケースを4つ並べてブラシやバッファーなんかを収納しています。スパチュラやプッシャーなんかもここです。はい、2段目の収納はこんな感じです。ここにアセトンとエタノールを置いています。このボトルはSHEINで買いました。ここを押すと液体が出てきます。でこれは筆を洗う容器で、これは筆置きですね。でこの丸い容器もSHEINで、中にはコットンやワイプ、ウッドスティックなんかを入れています。でここにマシーンがあって、これは何て言うんだろう、ネイルパレットっていうのかな。ここでカラーを混ぜて好きな色を作ります。でここがストーンですね。こんな感じでたくさん入ってます。これはネイルシールです。ネイルシールもたくさんあるんですけど、こんな感じで収納してます。でこちらはダイソーの商品で爪の長さ出しができるんですけど、私は亀裂が入った時によく使っています。ここに先ほど使ったライトとシリコンマットを置いています。はい、一番下はこんな感じで在庫というかもうストック置き場です。でこのワゴンにはステンレストレイが1枚付属されていたのが本当にありがたかったです。やっぱり液体のものもあるので、このステンレストレイがあるとすごく安心です。あ、そうだ、私まつげパーマもセルフなんですけど、どんなキットを使っていますかっていうご質問もいただいていましたが、こちらです。アイツインという商品を使っています。10回分で2500円ぐらいだったのでコスパはかなりいいです。ただやっぱりこれも技術がいるので、鏡を見ながら寝るのはなかなか大変です。目に入るのも危険なので、自信がない方はサロンに行ってくださいね。はい、ということで私のネイルワゴンの収納はこんな感じです。
ということで、今日は私のネイルお直しに付き合ってもらって、ワゴンの収納を簡単ですがご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。さようなら。